マウントボックスとは、東京都に拠点を構えるビットコイン交換所である。2009年にトレーディングカードの交換所として設立されたが、2010年にビットコイン事業に転換。一時は最大級の取引量を誇るビットコイン交換所になっていた。2014年2月23日、マルク・カルプレス CEO がビットコイン財団の取締役を辞任。 同時にツイッターアカウントにあった投稿は消去された。24日、マウントボックスは、全取引を中止、数時間後に、サイトが消去され、ブランクページになった。あるブロガーによって公開され、広まった、信頼性不明の流出内部文書によれば、同社は何年も発覚しなかった、窃盗行為によって74万4408ビットコインを損失し、破産に至ったという。 同社のサイトが消去される少し前、他のビットコイン交換所6社は、これは、マウントボックスだけの問題であると共同声明を出した。同社公式サイトは、当初、ジェイドマケーレブによって、人気カードゲームであるマジック・ザ・ギャザリングのトレーディングカードを売買するオンライン交換所として開設された。社名の由来は、マジック・ザ・ギャザリング・オンライン・エクスチェンジを略したものである。 その後マケーレブはビットコイン交換所に事業を転換したが2011年マルクカルプレスに売却している。カルプレス経営下で成長を続けた同社は2013年4月に世界のビットコイン取引量の70%を占めるまでになった。マウントボックスで取引されたビットコインの価格を US ドルで示したグラフ2011年6月19日。 不正侵入者によるハッキング行為により同社で取引されているビットコインの名目価格がわずか1セントに不当に引き下げられた。伝えられるところによれば犯人はマウントボックスに勤める監査役の感染したコンピュータから入手した証明書を使いハッキングを行い大量のビットコインを手に入れたという。また任意の価格で大規模な注文をこしらい名目上の 価格で全部売却できる取引ソフトウェアを使っていたという。しかし数分以内に価格は正当なユーザー取引の価値に合うように訂正された。この取引の影響額は875万ドル以上相当に及んだ。2013年2月22日、同ーーラによる新たな資金洗浄防止要件の導入に合わせ、いくつかの同ーーラのアカウントが一時的に使用を制限された。 この結果、これらのアカウントへのマウントボックスからの取引が、オーらによって停止され、資金もマウントボックスのアカウントに戻らなかった。マウントボックスのヘルプデスクは、あなた方は実際我々からの払い戻しが中止されるのではないかと懸念を抱いているかもしれないが、我々は過去にこのようなことをしたこともないし、オーらと共にあなた方へ資金が返ってくるように、 努力をしているので慎重になってほしい。と述べた。資金は最終的に3ヶ月後の5月3日に帰ってきたが、同オーラは再度我々からの払い戻しを中止することはないから安心してほしい。と述べている。2013年3月、ビットコインの取引ログやブロックチェーンテンポラリーが取引の承認方法に関する規則が異なる二つの独立したログに分割された。これに、 マウントボックスによるビットコイン取引においてビットコイン預金を簡単に停止できるようになった。ビットコインの価格も37ドルと一時的に23%下がったが数時間後元の値段である約48ドルにまで回復した。2013年4月11日から12日午前2時まで市場のクールダウンとして取引が一時的に停止、100ドルで安定していた。 単一のビットコインの価値は取引再開後55.59ドルの最低基準まで下落した。同年6月20日もアメリカ合衆国ドルへの払い戻しが停止、7月4日払い戻しの再開を発表したが、9月5日時点でドルへの払い戻しはわずかな額に止まっている。8月5日、マウントボックスが不透明さのあった信用預金により重大な損失を被ったことで、 新たな預金が自社への資金提供が完了するまでにクレジットされないと思われると発表した。2013年5月2日、コインラボが契約に違反したとして7500万ドルの訴訟をマウントボックスに起こした。コインラボが同年2月にマウントボックスの北米事業を買収することで提携を結んだと発表。しかし、マウントボックスがアメリカ合衆国やカナダの顧客を コインラボに譲渡しなかったことが訴訟理由としている。同月13日、アメリカ合衆国国土安全保障省がマウントゴックスのアメリカ合衆国所在主会社が持っている同オーラの支払いシステム付きのアカウントにある資金を押収する権利があると発表した。この根拠は DHS の調査部門である EN、US イミグレーションカストムズエンフォースメントが主張しており、 EN, Financial Crimes Enforcement Network に登録されるべきであったと思われる子会社がアメリカ合衆国国内で未登録のマネートランスミッターを運営していたことによるものである。6月29日、マウントボックスはフィンセンよりマネーサービスビジネスライセンスを取得した。払い戻しの遅延と停止ワイヤード氏が2013年11月に報じたところによると顧客は 自身のアカウントからお金を払い戻してもらうのに数週間から数ヶ月の遅延に見舞われているという。この記事によればマウントゴックスは法的問題からアメリカ合衆国のバンキングシステムから事実上凍結されているとされている。払い戻しの長期的な遅延による顧客の苦情が増加し2014年2月の時点でインターネット掲示板にある ビットコインに関するスレッドには3300もの書き込みがあった。2014年2月7日、マウントボックスによるすべてのビットコイン払い戻しが停止した。同社は払い戻し要求に応じられないことについて通貨プロセスの明白な技術的視点を得るためと述べている。10日に同社が出したプレスリリースにてトランザクション転生の原因。17日。 マウントボックスによるすべての払い戻しは未だに停止していて、競合交換所が通常を営業に戻る中で、マウントボックスはさらに別のプレスリリースとして段階を示してセキュリティ問題に取り組んでいることを主張した。ウォールストリートジャーナルによる電子メールのインタビューで、カルプレス CEO は取引に関する金融的状態や払い戻し再開の期日が 明確にされないことに関して、顧客の間で懸念を増大させていることに対するコメントを拒否したが、もし払い戻しが再開できた時は取引に関して毎日、毎月の期日を決めるとコメントした。コインデスクでマウントボックスに出資した3000人のうち68%がマウントボックスからの払い戻しを待っていると言われていて、平均的な待っている期間は1ヶ月から3ヶ月となっている。 20日、すべての払い戻しが停止されている中、マウントゴックスがまた別の声明として払い戻し再開時期が決められないと述べた。マウントゴックスの本社が入居し続ける東京のビルの前で二人のビットコイン愛用者が抗議を行っている。セキュリティ問題が取り沙汰される中で、マウントゴックスは事務所を渋谷区の別の場所に移転したと発表、また同社が示したビットコインの値段は 他の交換所と比べて20%も下回っており、同社による顧客への支払い見込みがないことを市場で織り込まれている形になった。25日、マウントボックスは、ウェブサイトにて、当面、すべての取引を停止すると発表。また、最近のニュースと同社の経営に対する潜在的な影響について引用している。カルプレスはロイターに、当社はターニングポイントに差し掛かっていると述べた。 23日にカルプレスはビットコイン財団の取締役を辞任したことが分かった。2月28日、東京地方裁判所に民事再生法の適用を申請。4月16日に東京地裁は債権者の多くが海外にいること、実態調査が進まないことから民事再生法適用申請を棄却資産保全命令を出し、同月24日に、 同地裁は破産手続き開始を決めた。2015年9月、破産完済人は顧客ら約2万4700人が届け出た債券の総額が約2兆6630億円になったと発表した。2017年11月24日、債券者はビットコイン高騰を受け、東京地方裁判所に民事再生手続きを申し立てた。2018年3月7日、 マウントボックスの破産管財人は東京地方裁判所の許可を得てビットコイン約3万6千コインとビットコインキャッシュ約3万4千コインを売却したという内容の報告書を東京地方裁判所に提出した破産管財人はワンコインを平均107万円程度で売却した計算でこれにより再建総額の約460億円を ほぼ重当した形となるという。2018年6月22日、東京地方裁判所は民事再生手続きを認める決定を下し、同時に破産手続きは中止された。破産管罪人が引き続き再生管罪人を務める。交換所は日本にあるティバンという企業が行っている。2009年に設立、東京商工会議所に登録している。ありがとうございます。